皆さんこんにちは。 AKB48 や NMB48 よりは知名度や歴史が少ないものの、 STU48 も48グループの一つであり、秋元康さんがプロデュースしてきた人気アイドルグループです。これまでに瀬戸内を活動拠点としながら、アイドルファンたちから大いに好評を博してきました。さて、そんな STU48 だったわけですが、この度残念なニュースが入ってきました。メンバーである田中美穂さんが STU48 から卒業することになったのですね。アイドルをやっていればいつかは避けられないのが卒業です。とはいえ、実際に辞めるとなれば寂しい限りですが、田中美穂さんの場合、どのようなプロフィールを持った人物で、どのような経緯によって STU48 を卒業するというのでしょうか。それでは早速、そんな田中美穂さんに関する話題をご覧ください。田中美穂さんは2002年9月3日福岡県出身で、2023年1月現在の年齢は20歳です。2019年、 STU48 第2期生オーディションに合格して STU48 のメンバーになりました。趣味は写真撮影、カフェ巡り、特技は大食いです。好物は餅、辛いものでした。そんな田中美穂さんは STU48 のシングル「思い出せる恋をしよう」の選抜メンバーに選出されたことによって話題になります。2021年には STU48 のシングル「ヘタレたちよ」によって初めて少人数選抜に選出されました。同年からはSTU48 の正規メンバーとなっています。そして2023年には STU48 を卒業することが決定したのでした。このように田中美穂さんは STU48 のメンバーになってから4年、その中においても正規メンバーとしては2年しか活動していなかったにもかかわらず、 STU48 から卒業するということになったというわけなのですね。想像以上に活動期間が短かったため、卒業は意外な感じでした。それでは2023年になってすぐに発表された田中美穂さんの STU48 からの卒業について、果たしてどうなっていたというのか、詳しくチェックしていくことにしましょう。ここまでご紹介してきましたことからもご理解いただけますように、加入してからそこまで経っていなかったにもかかわらず STU48 から卒業することになった田中美穂さん、どういうプロセスによって卒業することになったのかが気になりますよね。通常アイドルの所属しているグループからの卒業の動機とくれば、ある程度活動したことによる次のステップに向けてのもの、何かスキャンダルなどがあっての解雇に近いものがあるでしょう。加えて AKB48 などの場合は、他のグループへの移籍によって現在のグループから離れるということもありました。果たして田中美穂さんの場合はこれらのうちどれに該当していたというのでしょうか。田中美穂さんは2023年1月8日にショールームにおいて STU48 から卒業することを発表しています。その後、田中美穂さんは自らのツイッターにおいて STU48 から卒業することについて改めてコメントしていました。ツイッターにおいて田中美穂さんは挨拶として自らのアイドル姿を一緒に楽しみながら見守ってもらえたら嬉しいと語っています。さらに自身が STU48 に加入してから、これまでに応援してくれたファンをはじめサポートしてくれた人たち、自身に関わりがあった全ての人たちに感謝したいと語っていました。またこれまでのアイドル活動については、アイドルになっていろんな経験をすることができたと言及しています。時には嬉しいこと、楽しいこと、悲しいこともあったと振り返りつつ、これまでの自分の人生の中において最も感情が動いて、とても濃くて印象深いキラキラしたアイドル生活を送ることができたとしていたのでした。こういった発言からすると、
何らかの問題による卒業であるとは考えられませんね。実際、田中美穂さんは特に熱愛が発覚したといった事実もなかったようです。また他のグループへの移籍のためというわけでもありませんでした。つまり期間こそ短かったものの、本人なりに STU48 において完全燃焼できたことによって円満に卒業すると見て間違いなさそうな感じでした。なお田中美穂さんが正式に STU48 から卒業する時期ですが、こちらはまだ決まっておらず、日程が決まってからファンに報告されることになると言います。アイドルグループからの卒業は発表から数ヶ月くらい後になることが多いため、今回もおそらくは同じような感じになるのではないでしょうか。田中美穂さんが STU48 からいなくなってしまうこと自体は長い活動年数ではなかったこともあって、とても寂しいことではありますが、本人が納得しての決定である以上、特に問題もなかったことですし、田中美穂さんの新たな門出をぜひ応援しましょう。さて、今回 STU48 から卒業することになった田中美穂さんは、卒業発表の翌日である2023年1月9日に違った形で注目を集めていました。田中美穂さんは広島護国神社において STU48 として成人報告祭に参加していたのですね。ここにおいて参加した STU48 のメンバーの岩田ひなさん、宇都宮里奈さん、川又杏奈さん、吉崎凛子さんはそれぞれメッセージを発していました。卒業発表から間もなかったこともあって、ひときわ話題になったわけですが、田中美穂さんは果たしてどのようなメッセージを残していたというのでしょうか。田中美穂さんは STU48 から卒業する日がやってくるまで残りの自らのアイドルとしての人生を楽しむと語っていたのです。メッセージを見る限りにおいては結構余裕を感じることもできますし、ほっとすることができましたね。これまでの田中美穂さんの STU48 への貢献も考えれば、この言葉通りになればいいですね。それでは田中美穂さんが STU48 から卒業することに対してファンの人たちの反応はどうなっていたのでしょうか。もちろん残念だという意見もありました。理解できないといった意見もありました。ようやく STU48 の方が軌道に乗り始めていたのに、どうして卒業なのかというものですね。一方で田中美穂さんの今後について、大学に行って女子アナになってほしいという意見もありました。またポジティブな評価として、まだ20歳なのにアイドルを卒業すると決断できるのはすごいと評価する声も上がっています。そして田中美穂さんのことをさらに応援したくなるというファンもいました。このようなファンにきっと田中美穂さんも感謝していることでしょう。ということで、今回は田中美穂さんのSTU48 からの卒業についていろいろなことをご紹介してまいりました。普通アイドルグループからの卒業といえば、年齢は20代後半くらいで、活動してきた期間も10年弱くらいというパターンが多めになっております。しかしながら田中美穂さんの場合はまだ結構若かった上に、活動してきた期間もあまり長くなかっただけに、少し名残惜しい気がしなくもありませんよね。できることであれば、あと数年くらいの期間は田中美穂さんの STU48 における活動を見守っていきたいものでした。もっとも卒業が決まってしまった以上は仕方がありませんし、何よりも田中美穂さん本人の意思を尊重しなければいけません。それでは STU48 から正式に卒業するまで残りの期間、田中美穂さんのことを引き続き応援していきましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。